建設費が増額した大阪万博の博覧会協会会長を務める経団連の徳良会長の会見中に、万博の公式キャラクターミャクミャクのぬいぐるみが倒れる一幕がありました。それぞれの地域の、ちょっと待ってください、倒れそうなっちゃった。それぞれ の, あの地域の事情ね、絵をよく組んで、卓上に飾っていたミャクミャクのぬいぐるみが倒れたのは、会見開始からおよそ4分15秒経った温室効果ガス排出をめぐる発言の途中でした。徳良会長は手でミャクミャクを立て直そうとしますが、うまくいきませんでした。会見で徳良会長は、万博全体の費用については政府で発表しようとしているとした上で、博覧会協会としてはコストを抑えることを意識しながらしっかりとやっていきたいと語りました。